はい、スティーラーズファンの皆様、こんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今回は第11節、ブレイブルーパス東京戦のメンバー考察となります。先週のブルーレブズ戦が中止となってしまい、まあ嬉しくない勝ち点を獲得したんですが、2週間ぶりの試合となります。僕はエコパ行く予定だったんで、いやーめっちゃ楽しみだったんですけど、いやー残念でした。まあここは気持ちを切り替えて、残りの試合とことん楽しんでいきたいと思います。このチャンネルはコベルコ神戸スティーラーズを応援するチャンネルです。スティーラーズファンの方はぜひチャンネル登録をお願いします。第11節、ブレイブルーパス戦のメンバーはこちらです。フォワードはブラックラムズ戦から変更なし。ブラックラムズ戦全体的に良かったので、まあそんな変更する必要もないのかなというところで、まあでもできれば早くグー君戻ってきてほしいなってとこですね。ハーフ団が日和選手と孫新選手。中島大輝選手良かったですけど、まあ今回は日和選手がスタメンということで、アーロン・クルーデン選手、リザーブにも入っていませんね。もしかしたら、ブラックラムズ戦前半で下がったので、ちょっと故障してるのかもしれないですね。まあ確かにクルーデン選手めっちゃめちゃすごいですけど、ただ決して孫新選手負けてないですからね。前の試合大活躍して、孫新すげえ孫新すげえっていう声を SNS なんかでよく聞くようになって、もともと人気も知名度もあったけど、さらに人気が出てきたなって感じしますね。三浦さんもとっとと日本代表へ呼べとおっしゃってて、いやほんとね嬉しいですわ。もう確かに孫新今もすごいけど、これからもっともっとすごくなるんだろうなっていうのが素人目にも分かるし、まだ21歳なんで、これからあと10年以上僕たちをワクワクさせてくれるんですよ。いや本当にね、こんなすごい選手が神戸に入ってくれてありがとうって感じです。思い切った決断してくれてありがとうって感じですね。今回もキャプテンとしても頑張ってください。そしてチャン・ソクファン選手もリザーブですが戻ってきましたね。やっぱりこの選手がいるとね、フォワードの安定感っていうか機動力っていうか、攻撃にも守備にも本当に安心感が持てますね。ブレイブルーパス、まあもちろん知っての通り強豪チームですし、4強候補で、いや本当強いチームなんですけど、まあメンバー見る限り神戸も負けてないというか、まあ五分五分ぐらいかなと思いますね。いや神戸の方がちょっと上かな。フォワード対決は特に面白くなるんじゃないかと思います。この試合の注目ポイントは、まず順位争い。現在6位のブレイブルーパスと7位の神戸が直接対決ということで、勝ち点4で勝てば勝ち点並びます。そして勝ち点5取ればブレイブルーパス抜いて神戸が単独6位になります。なのでこの試合絶対負けられませんね。前回の対決は2020年のトップリーグになります。その時は神戸がまあボロ勝ちしてるんですよね。なのでブレイブルーパスはもうリベンジに燃えてると思います。特にリーチとか徳永選手なんかはすごいんじゃないかな。小滝選手は古巣との対決なので、きっと特別な思いがあると思います。小滝選手ですよ、大滝じゃないよ。そしてなんといっても南アフリカ代表ルカニオ・アム選手、新加入のスーパースターがリーグワンデビュー。そしてみんな大好き我らがヘイデン・パーカーがついに復帰、そしてリーグワンデビューと、ファンの皆様はこの2人特に注目してるんじゃないですかね。もちろん僕もそうです。アム選手に関してはデビュー戦でいきなりのプレイヤーオブザマッチあると思います。というか期待してます。パーカーは途中出場でも15点ぐらいは取ってくれんじゃないかなって思ってます。それからマクカラン選手の兄弟対決、これも帝京ファンなんかは楽しみにしてるんじゃないですかね。恒例のフォワード合計体重、神戸903キロ、プレイブルーパス868キロということで、35キロ神戸が上回っています。そして4番から8番の平均身長、こちらも神戸が 194.8 センチ、プレイブルーパスが190センチと、まあサイズに関しては神戸の方がビッグマンを揃えてきたなという印象です。両チームで一番身長が高いのは神戸のシカリング選手203センチなんですが、ブレイブルーパスワーナー選手も201センチと、非常に大柄な選手で、まだ19歳なんでもうちょっともしかしたら伸びるかもしれませんね。そしてスタメンの平均年齢が、神戸が 29.4 歳、ブレイブルーパスが 29.7 歳と、わずかに神戸の方が若いメンバーが揃いました。ここまでのスタメン平均年齢全部出してみました、まあ、神戸は平均年齢30超えることもあるので、まあ、今回は比較的若いメンバーが揃ったんじゃないかと思います。孫新が若いのにすげえ若い若い言うけど、ワーナーまだ10代だからね。去年まだ花園出てたよね。だってほんと今後はどんどん高卒の選手とか増えていくと思うんで、まあ、そうなったらもっともっとリーグワン楽
しくなってくるんじゃないですかね。そして僕が今回の試合で一番注目している選手は、意外かもしれませんがベタに山中亮平選手です。今シーズン正直山中選手のあのキレッキレなプレーまだ見れてないなって思うんですよ。どんどん孫審とか若手のいい選手も出てきたし、ベテランの山下選手とか平島選手とか、まあ、ミスター神戸みたいな選手も未だ第一線で活躍されてますけど、やっぱり神戸の顔って言ったら山中選手だと思うんですよ。山中選手がまたあのキレッキレなプレー見せてくれたら、もうどんなチームにも絶対勝てると思うんで、ぜひこの大事なブレイブルーパスとの直接対決、そして交流戦最後の試合、まあ、折り返し地点ということで、山中選手にはそろそろキレッキレなプレー見せてほしいと思います。山中選手頑張ってください。神戸中が、そして日本中が山中選手のこと大好きです。そして試合当日、大阪の天気は晴れ時々曇りで最高気温20度、まあ最高の天気じゃないですかね。ずっと雨模様だったんですけど、木曜くらいから降水量がゼロとか晴れマークとか出てきて、ついに晴れ予報になりました。いや、さすが僕はもうやっぱ晴れ男ですわ。予想スコアは32対20で神戸の勝利。きっと特に前半戦は接戦になると思うんですよ。ただ関西での試合ということで、やや神戸に分があるのかなと思っています。実力は拮抗してると思うんで、そういったところホームアドバンテージ、僕たちファンの力で神戸を勝利に導きましょう。というわけで今回僕も大阪へ行きます。今回はファンクラブの引き換え券で、無料でチケットいただきました。バックスタンドの北側のゴールライン付近、前から2列目になります。いや、ほんとね、無料でこんないい席いただけて本当ありがとうございます。花園で2列目って言ったらめちゃめちゃ近いよね、ピッチから。いや、本当にね、楽しみです。もし現地でお会いしたら、このチャンネルのロゴマークのステッカーを友達が作ってくれたので、それを差し上げます。いらないか誰も。はい、ということでブレイブルーパス戦のメンバーを見ていきました。個人的には久々の遠征です。遠征2回飛んでますからね。本当に週末神戸の試合が見れるって思うとね、平日の仕事本当に頑張れるんですけどね、そのテンションでいる時に中止っていうのを聞くとね、俺もう何楽しみにこう週末迎えればいいんだろうっていう気持ちになるんですよね。試合ももちろん楽しみなんですけど、軽く大阪も満喫したいなと思ってますので、心斎橋とか難波付近とかで何かおすすめありましたらコメント欄で教えてくださると嬉しいです。もちろん皆さんの注目ポイントとか注目している選手とかもコメントで教えてくださると嬉しいです。ということで、交流戦最終戦絶対に勝ちましょう。きっとこのチャンネル見てくださってる方はたくさん花園見に行かれる方いると思うんで、一緒に観戦ルール守って全力でスティーラーズ応援しましょう。そして勝ちましょう。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また振り返り動画でお会いしましょう。大阪帰りなんでめっちゃぐったりしてるかもしれないけど、ではまた次回。